はい、じゃあ、続いてね、同位体についてやっていきたいと思います。同位体はまず定義がものすごく重要です。似たようなやつで、同素体っていうのがあるんだけど、今はまず同位体について押さえて、じゃあ、この同位体なんだけれども、何々は異なるが、この何々はの部分ですね、これは定期テストで出やすいので必ず押さえてください。じゃあ、何が入るのかっていうと、質量数がここに入ります。はい、質量数は異なるが何が同じなのかっていうと、化学的性質が同じで、例えばの例で今下に、こんな形で水素を例にして今入っています。一番左にあるのが、まあ、軽水素、で次に重水素、三重水素と、ここの名前も、最初の定期テストとか、あとはまあそうだね、なんかその記述が多い大学とか、なんか物を聞きたい大学とかになってくると割と出たりもします。で、まず同位体なんだけれども、同位体ってどこで測っても軽水素の割合、重水素の割合、三重水素の割合って同じなんですね。例えば今、私がいるこの場所で測ったとしても、軽水素の割合って大体 99.何%って決まってますね。他、例えば北海道で測ったとしても同じだし、その北海道ではなくて、じゃあ例えば九州で測っても同じだしっていう形になってます。じゃあ今ね、こっちにも書いてあるように質量数は異なるっていうふうに書いてますよね。で、この上の今丸をつけているところが質量数になるので、確かに今質量数が変わってます。でも下の原子番号は変わってないですよね。ってことは、陽子の数は変わらない。つまり、何が変わってんのかっていうと、質量数の中にある、中性子の数が違うということですね。重水素であれば、中性子の数は1個、三重水素であれば2個という形ですよ。この中性子の数が多すぎるよっていうやつを放射性同位体って言います。放射性同位体っていうのは放射線を出しながら壊れていくもの、これをまあ放射性同位体っていうんですね。はい。で、あとはまあここですね、質量数は異なるけども化学的性質は同じ。なんで質量数変わるのに化学的性質同じなのっていう質問も聞くんですけども、まあ、さっきね下で書いてあるように中性子の数は変わってるんだけれども、陽子の数変わってないでしょ。実は陽子というのが全て化学的性質を決めてるんですね。なので、中性子の数は変わってるけども陽子の数が変わらない。だから化学的性質は同じだよということになってます。そしたらじゃあ続いてね、放射性同位体の話について入っていきたいと思います。You may feel like being alone, but I can be the one you really know now. The world is yours.